宮城県石巻市の震災以降、大川小学校です。津波の爪痕が残る校舎には遺族や見学の人などが訪れ祈りを捧げています。海からおよそ4キロの場所にある大川小学校では津波で児童74人と教職員10人が犠牲となり、児童4人は今も行方不明のままです。13年経ってもまだ昨日のように思い出します。もう少しこう活気のあるすごく良かった地域だったので、あの大川地区って言われたくないんですよね。本当は救えて命だという気持ちもあるし、また我々がやるべき、伝えて残すべき使命を持っていると思いますね。東日本大震災では被災3県を中心に関連死を含め1万9702人が亡くなり、2520人が行方不明となっています。あの日から13年、大川小学校は犠牲者の追悼はもちろん、学校で起きた悲劇が二度と繰り返されないよう教訓や防災教育の重要性を学ぶ場所ともなっています。こちらでは地震が起きた午後2時46分に黙祷が捧げられるほか、午後5時半からは竹明かりが灯され祈りに包まれます。